おや、旦那からの着信だ。マリカさん。ユート。急にごめんね。ちょっと寂しくなっちゃって。そっちはどう？大丈夫。ねえ、たよかった世界にだんだんも。マリカさん、まさか。君の虜になってしまえばきっと、この夏は充実するの。こんにちは、ユートくん。あれ、なんか元気ない？喧嘩じゃなくて、単身赴任。あらら、心配だね。マリカさん、体育教師だし、そこらの奴には負けないって、いつも言ってるくらいだからさ。それに？僕たちちゃんと愛し合ってるからね。揺れた予感が世界にだんだん。先生！こんなことに。本当にすみませんでした。今日のことは忘れてあげるわ。容易にあんたを家にあげた。私も悪かったんだし。あの、僕そんなに旦那さんに似てました？少しね。先生。ん？最後に一つだけお願い聞いていただけませんか？Oh shit. Here we go again. まあいいよ。天海さん、おはよう。あ、管理人さん、おはようございます。ちょっといいかな？いや、最近物騒ですからね。天海さんもやりますね。単身赴任先で生徒さんを連れ込むなんて。私にどうしろと？じゃあ脱いで。揺れた予感が世界にだんだん。脅迫って最低だと思わない？見た目通りの傲慢。その鼻っ柱へし折ってから丁寧に可愛がってやるよ。 A few moments later。 ちょうどいいや、お前も混ざれよ。何言って。こんなことになってんのはお前のせいでもあるんだぜ。え？おや、旦那からの着信だ。マリカさん。ユート。急にごめんね。ちょっと寂しくなっちゃって。そっちはどう？大丈夫。出た予感だ世界にだんだんも。マリカさん、まさか。不倫？わからないんだ。僕はどうしたらいいのか。元気出して。アマミ君？ほんと、かわいいんだから。Oh shit. Here we go again.